皆さんこんにちは、エミです。今回はアメリカ自然史博物館の新館リチャード・ギルダーセンターの見どころ5つをご紹介したいと思います。リチャード・ギルダーセンターは構想からおよそ10年を経て2023年5月にオープンしました。外観はミルフォード・ピングと呼ばれる花崗岩を使用し、自然の景観のようななだらかなカーブのラインが特徴で、まるで峡谷の絶壁のように美しい建築の博物館です。まず一つ目の見どころはメインエントランスの美しいアトリウムです。内部はアメリカ南西部の峡谷をイメージしてデザインされており、天窓から太陽の光が入る曲線美が印象的で、巨大な洞窟のような不思議な空間が広がります。実はこの壁、手作業で鉄筋に直接コンクリートを吹き付ける手法が用いられ、優雅な形、そして壁面の素材の色と自然光が融合し、とても神秘的で自然のような雄大さを感じることができます。流動的でユニークなアトリウムの中心部には広々とした階段があり、この心地よい建築を味わいながらゆったり座ることができる座席にもなっています。この印象的なデザイン空間は女性建築家ジーン・ギャングさんによる設計で、各フロアにつながっている洞窟の中を探検したいと思わせるような構造になっています。3階からの景色も最高です。4階建て構造で自然光に照らされた壮大な空間から、さまざまなフロアの展示物が見え、自然界とのつながりを感じられるように設計されているそうです。入り口の大きな窓からは自然が鑑賞できるスペースにもなっています。質感、色彩、流れるような表面と自然光が峡谷のような雰囲気を作り出し、とってもリラックスできる場所となっています。2つ目の見どころは2階にある蝶の特別展示室です。ここに入るには時間指定チケットを追加料金で購入する必要があります。中に入るとスタッフの方が早速蝶を持ってきてくれました。中は約27度に温度調整されていて、熱帯地域にある蝶の生息地を再現するために高温多湿の環境が維持されています。ここでは季節に関係なく、いつでも本物の蝶と触れ合うことができる特別な部屋になっています。緑豊かな数十種類の熱帯植物で構成される庭園では、色鮮やかな蝶が自由に飛んでいたり、草木に止まっていたり、自然に近い姿を観察できます。すぐ目の前をたくさんの蝶が飛んでいて手に止まったりするので、とっても幻想的で楽しい体験ができます。子どもの指に止まっている蝶もいました。ここでは80種類以上の蝶や蛾を観察でき、タイ、ブラジル、ケニア、オーストラリア、コスタリカ、エクアドルなどから来た様々な種類の蝶を見ることができます。温室自体はあまり広くはないのですが、天井までも至る所に蝶がいます。豊かな植物と心地よい気温の中で生息する熱帯の楽園に、鮮やかな色彩と繊細な美しさを持つ蝶を間近で観察できます。置かれた果物に止まっている蝶もいて、虫眼鏡を使って詳しく観察すると本当に感動します。ここでは蝶のライフサイクルについても見ることができます。さまざまなさなぎがディスプレイされているので、タイミングが良ければ成虫の蝶が孵化する様子も見ることができます。うちの子供たちは生き物が大好きなので、とっても感動していました。蝶の寿命は短いようで、まさに生きたいようとしている蝶もいました。誕生から死までリアルに感じることができるエリアです。3つ目の見どころは3階にある目に見えない世界という意味のインビジブルワールドです。このエリアも時間指定チケットを追加料金で購入する必要があります。天気の説明から始まって、生命はすべてつながっているということをテーマにした生命のつながりの映像を見ながら、近未来的な空間で学べるエリアになっています。青、赤、
黄色の本物のカエルも展示されています。クイズに答えるようなデジタルパネルもあり、子どもたちは学校の理科の授業で習ったことがある分野だったのでチャレンジしてみました。楽しみながら新たな視点で自然と科学の世界を学べるエリアです。なんとこちらには本物の人間の脳が展示されていました。82歳の方で教育に役立つことができるようにと脳をドネーションされたようです。状態がとても美しい本物の脳を間近で見て、子どもたちも私もかなり衝撃でした。そのまま進んでいくと体験型のサイエンステクノロジーの部屋に到着します。高さ7メートルの壁に360度の大型スクリーンが設置され、美しい自然の姿が映し出されています。没入型の映像体験型シアターでは約12分の映像が繰り返し映されています。ブラジルの緑豊かな熱帯雨林の自然界に足を踏み入れたと思えば別の風景に変化し、地球から眺めた視点から地上のデジタルネットワークに近づきます。ニューヨークのスカイラインが見えるセントラルパークの映像になった後、突然微粒子になって人間の脳の内部に入ります。人間の DNA に含まれるタンパク質や脳内の神経結合を拡大して映し出され、 DNA を通してあなたは地球上のすべての生物と結びついているのですというナレーションがあります。脳内のシナプスが連携し合って伝達している様子、脳が全身すべてと結びついていることを表現しています。海の中に入り海の生物も見ることができます。美しい巨大なザトウクジラが舞い降りてくる様子が臨場感たっぷりの映像で映し出され、その後子どもたちが走って追いかけていたりしてとっても可愛らしいです。その後クラゲや微生物のプランクトンに姿を変えます。床には人影を認識するセンサーがあるのか、自分たちの立っている場所が泡として表現され、その場から歩いても泡がついてきます。水も映され、足で踏むと破裂したりしますので、小さい子どもたちはすごく楽しそうに水を追うように走ったりしていました。神経ネットワークや微生物など目に見えないものの感情的な体験をすることができる空間です。この躍動感あふれる体験型映像劇場は、全身で微粒子の視点を楽しむ体験ができ、私たちが細胞レベルでどのように相互につながっているかを表現している別世界のような空間です。4つ目の見どころは1階にある昆虫館です。こちらは入場料のみで入ることができます。ここでも約18種類の生きた昆虫を間近で見ることができます。このエリアのメインはハキリアリの巨大ガラスの展示です。アリの生態を間近で細かく見れるように約50万匹のハキリアリが飼育されています。ハキリアリはガラスケースの中にある葉っぱを採取し、強力な鉱器で歯を細かく切断して熱をなして一生懸命運びながら空中通路を通って巣まで葉っぱを運びます。ハキリアリは歯にキノコなどの菌類を植え付けて栽培し、それを餌としているようです。大きなガラスドーム内に巣が作られており、その様子を細部まで見ることができます。ここはカブトムシの標本のエリアです。巨大な本物のバッタも飼育されています。ハエもいろんな種類があります。蚊の生態をデジタルパネルで見ることができたり、巨大でリアルな模型も展示されています。カイコもいて、たくさんの繭を作り出す過程も見ることができます。標本も様々な種類をまとめて展示していて、普段見ないような種類の昆虫たちの細部まで観察することができます。生きた状態で展示されているものと標本として展示されているものがあり、中学生高校生でもこのエリアを見るのにかなりの時間を費やしていました。ここは昆虫の鳴き声を実際に聞くことができるエリアです。セミ、ハエ、コオロギ、カメムシ、キリギリスなどを選べて、昼と夜で
鳴き方も違うので比べることができます。これは樹脂製の大きな蜂の巣の模型モデルです。ミツバチの生態についても映像があり、細かく解説されていて、ミツバチが果たしている重要な役割について学ぶことができます。5つ目の見どころは4階にある図書館です。ここは既存の図書館よりはるかに大きくなり、学習スペースや博物館の貴重書コレクションの展示スペースも併設されています。私たちのような一般人でも印刷物とデジタル情報源の両方が利用できます。本格的な研究資料や希少本コレクションを含む科学書籍も手に取って読むことができます。天井のひだ状の装飾と中央の柱は巨大なキノコを連想させ、この図書館の中心部の建築を見るとまるで大自然の中にいるような雰囲気を味わえます。大きな窓と快適なソファー、椅子もあり、小さな子どもも入ることができますので、緑豊かな自然を堪能しながら静かに落ち着いて過ごせます。リチャード・ギルダーセンターには400万点以上の標本が収蔵され、1階から4階にまたがる館内の廊下などには考古学、地質学、人類学などに関する展示物があり、各階のフロアでは約3000点ほどのコレクションを壁一面のガラス越しに見ることができます。化石、骨格標本、動物や魚、民族に関するものなどもあり、さまざまな貴重な展示を楽しむことができます。リチャード・ギルダーセンターはアメリカ自然史博物館の本館とつながっていますので、本館で展示している恐竜、海の生き物などさまざまなコレクションを同時に見ることができます。本館の特別展示のサメのエリア、シャークやプラネタリウム、そして最近新しくなった野生動物の 3D の映像を楽しむシアターも同じ日に事前予約して追加料金を払って見ることができました。ニューヨークのアメリカ自然史博物館のリチャード・ギルダーセンターは、素晴らしいデザイン建築と革新をテーマとした次世代型の学習施設でもある新しい体験型博物館です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。